水色のスコートを身につけたペトラクビトバポーランドのバレーボール赤いスコートを身につけた前田みより米国のフィールドホッケースコートとは女性用の衣服の一種。主にテニス、ゴルフ、チアリーディングなどのスポーツウェアとして着用される。スコートの意味する衣類には以下の3種類がある。日本ではテニス等のスポーツ用ミニスカートを他と区別し、スコートと呼ぶのが一般的である。 英語表記では、スコートとなる。下着が露出しないようにオーバーパンツ、ミセパンとして、アンダースコートやスパッツ、ブルマーなどと組み合わせて履く。女子卓球でも、従来の半層で、ハンズボンスタイルから、ワンピースやミニスカートにシフトしている国もある。世界バドミントン連盟は、ロンドン五輪で、女子選手のスカート着用義務化を目指していたというが、一部の、 国からの宗教上の問題を理由とした反対を受け断念したという報道がある。上記のスコートの語源となったものは女子学生用のスポーツウェアの商標名である。これは竹の短いプリーツスカートを二股に分かれた半ズボン状にしたもので衣服としてはキュロットスカートに属する。腰部に全体を覆う竹のスカート状フラップが付属したショートパンツ。 簡単に言えば、ミニスカートの内部に、それより、丈の短いショートパンツを縫い付け一体化させたもの。フラップは前半分のみで前から見た時だけ、巻きスカートのように見えるもの、全体を覆うものなど、様々なデザインのものがある。英語では、スコートと、ショーツの合成語である、スコートが使用される。日本では、キュロパン、フラップ付きショートパンツ、キュロと、スカート風。 ショートパンツ、キュロットなどとして売られている。中国卓球界が苦境にミニスカートは発展の天気になるか中国も日本5番2013年9月2日ロンドン五輪日本女子バドミントンのユニフォームがきらみに過ぎると海外でも話題に言葉んくおすすめスカート風パンツ形状の写真付き解説ありがとうございます。